あ、お疲れ様です。今日わりかし気持ち悪い回になりそう。そんな予感がプンプンするということで、今回持ってきたテーマはこちらでございます。キモくて OK 自分だけが好きな女子のポイントということで、男の子にこれ聞いてきました。女の子バージョンも一応募集したんですけれども、とりあえず今回は男子バージョンだけやっていこうということで、この聞き方はだいぶキモいの来るでしょう。っていうかキモさ求めてるから。女性の皆さんは常日頃から、私こういうところ実は見られてるんだっていう風に意識してくれると、まあおもろいんとちゃうん、知らんけどな。それはこのようなアンケートはですね、インスタグラムの方で募集させていただきました。あ、そういえば俺 YouTube 登録者25万人ありがとうございますって言ってないね。忘れてたわ。 YouTube 登録者25万人ありがとうございます。インスタとかでは言ったけど、ここでは言ってなかったわ。徐々にですけれども、本当に少しずつ増えていってる感じですね。爆発的に伸びるコンテンツでもないから、とりあえず継続していこうかなっていう感じでございます。いつも見てくれてる方本当にありがとうございます。マジであなたたちのおかげで支えられております。そういうちょっとエモいことも言っちゃったりして、本当だったら25万人突破目前ライブとかやってみたかったんですけども、タイミングが合わなかった。寝てる時に突破しちゃったということで、30万人突破記念はやりたいよねってな感じでね、これからもよろしくお願いします。それじゃ行きましょう。チャンネル登録してね。ほし男子じゃないけど、ふくらはぎの筋肉の影ができてるところ好きです。男子に聞いとんねんボケ。涙袋、あーちょっとわかる気がする。俺めっちゃ涙袋見るっていう感じじゃないんだけど、でもどうなんだろう、目元もあんま見るかもしれないな。俺ね、好きなメイクっていうのがあって、これはほんと個人の感想なので全男子が好きっていうわけではないんだけど、俺目元がさ、ピンクな感じ、あの地雷系っていうのかな、あれが好きで、もちろんナチュラルも好きなんだけど、たまにお前絶対メンヘラだろみたいなぐらいのメイクしてる子いるじゃん絶対メンヘラだから深く関わると怖いことしか起きないんだけど、俺あれ好きなんだよね、ちょっと見ちゃうそういう面で言うと涙袋っていうのも確かになと思うよね。脇から乳にかけてのライン、お前俺と同じでクーザー。ここのさ、ラインですよね。あれってマジで美しいと思うわけですよ。これ多分ね、男もそうなのよ。俺さ、結構筋トレとかして大胸筋もまあ大きくなってきたわけですよね。その時に鏡でここのライン見るわけですよ。脇から胸にかけてのライン、やっぱあれ胸が膨らむとめっちゃあれってエロく見えるので、自分に対してだよ。エロみたいな。きっしょ、自分に対して。エロはきっしょいんだけど。でも本当にあれめっちゃいいんだよね。だから、肩が出ている服を着ている女の子の髪を結ぶ仕草っていうのが人気なんだと思う。脇も見えるし、ここも見えるしみたいな、クソキモいこと言ってるけど大丈夫。お母さんと見てるこの動画。僕のママ親はいつもこの動画見てるけどね。なんならおばあちゃんも見てるらしいぜ。備わるは筋肉質なふくらはぎ。コンプレックスに感じてる人多いけど、マジでストライク。俺が高校生の頃に全く同じこと言ってるやついたわ。本当に。それをコンプレックスだと思ってることがさらにいいらしいよ。マジで。全然共感できるんだよね。普通の女の子は自分の足が筋肉質っていうことに関してコンプレックスを抱いてるから、それを見せないようにするわけじゃん。でも、やっぱ夏場とか出ちゃうじゃんね。その時に筋肉質な足を見て男たちはおーってなるみたいな。で、それをさらに恥ずかしがってるところを見ておーってなるっていうね。男ってすげえなって思うわ。どんなものに関してもちゃんと興奮できるっていうね。可愛い子に限るでしょってなるけど、俺らの性欲舐めちゃあかんよ。割と足という物質にすごくいいなと思いますもの。アキレス腱。へぇへぇへぇ面白いですよね。楽しいですよね。へぇ面白いですよね。正しいですよね。アキレス腱か。あんま注目してみたことないけど、確かに言われてみれば、綺麗なアキレス腱っていいかもしれないね。なるほど。面白いね。やっぱこういうの聞くの。不細工なところ。あー。まあ、いるよね。こういう人も。俺の友達でもいたもんね。普通に。めっちゃ可愛い子もいいんだけど、やっぱちょっと、不細工な人の方が好きっていう。ほっぺパンパンにしてご飯食べてるところ。わかるよ。あれ可愛いよね。彼女やったらめっちゃ可愛いな。彼女じゃない人のほっぺパンパンは見たことないからさ。ね。ネットでパンパンは見たことあるんだけど背は低いのに他の女子よりも胸が大きめな子いるよねいるよ。こういう男子、低身長巨乳好きな男子っているんだよね。マジで俺はもうどっちかというと高身長すらが好きなのだからちょっと真逆なんだけどね。普通に悪くはない。全然俺も好きだわ。首、噛みたくなる首が好き。首いいよね。わかるわかる。首いいよね。なんだろう、噛みたくなる首ってマジでわかんないんだけど、なんなんだろうね。基本女の子の首だったら全部ガー行きたいんちゃうの。どうするお前それでさ、こう女の子とキスして首噛んだ時に、ちょっと噛みすぎちゃって、相手に傷がついて、したら巨人化したら。えらい。ボーイッシュ女子が照れた時、うお超わかる。これマジでスケベスケベめろお前スケベが映る
この村に付き合いはいらない。俺が今まで会ってきたボーイッシュな女の子ってやっぱボーイッシュだから当たり前なんだけど、女の子として少しいじりにくい、わかる？なんていうのかな、女の子に対する態度っていうのを取れないじゃんね、ボーイッシュだから。それは見た目でさ対応って変わっちゃうじゃんね。めちゃくちゃ入れ墨入ったおっさんに友達みたいにこういけないでしょ。だけどさ、ちょっと照れた時って女の子らしさガーンって出るじゃん。その時に、え、何照れてるのって言った時に、照れてないからみたいな感じで来られるのが超好きなの、わかる？男子挙手。めっちゃいる。これで選挙投票したらそいつ当選するぜ。ギャップに弱いんだよな、我々男子ってのは。足が太い女子が好き。あー、やっぱいるよね。自分だけの好きな部分っていうことだから、確かに平均的にモテるっていう評価を受けてる女の子たちは実際モテると思うけど、まあそれはね、個人に聞いたらタイプも変わってきますよね。育ち方も環境も違うわけだから。だからこの僕のエラだって自分の中ではコンプレックスなんだけど、これがやっぱ好きっていう人もいるわけですよね。まあでも俺はかなり嫌いだから、これね、特にこの筋肉がめっちゃ油断なんだけどさ、俺マジエラの筋肉発達しすぎて、口の中噛むと口の中ズタボロになるの、本当に。そのレベル、血めっちゃ出るしみたいな。骨はもうさ、このまんまだから、エラというエラはなくならないんだけど、ボトックス注射ずっとやりたいと思ってて、ボトックス入れることによって筋肉をなくして、シュッとさせるみたいな。ボトックスできるところをめちゃくちゃ探してる。本当にやりたい。ボトックス超やりたい。やめてっていう人たちも一定数いるんだけど、でもボトックスって打ち続けないと、あれ、元に戻るから、一回やってみたいんだよね。本当に今、割とそれが自分の中の夢になってる。うなじ、かっこ、エレンとか出てくるところ。いや、そのかっこの補足いらんから。わかるわかる。うなじって何？エレンが出てくるところ。あー、エレンが出てくるところね、ここね。ならんて。うなじって言われてわかるから、安心しろ。そんなに俺バカに見える。確かに偏差値40だけど。わかるから、ちゃんと。ありがとう、お気遣い。確かにね、うなじいいよね。なんでこんなにうなじが人気かっていうと、やっぱ普段隠れてるからなんだよね。男はこうやって出てるじゃん。だけど女の子って髪長い子とかって隠れるじゃんね。髪結んだ時にあらわになるわけ。その時に、やっぱ男はいつも見れないものが見えてるから、すごいいけない気分になるんだよ。だからうなじが好きなんだと思う。ワイシャツ染みてる、背中の汗。わかる。初めてこんなのに共感したけど、ずーっと思ってた俺。これね、本当に女の子わかんないと思うけど、女の子の汗はエロさもあるんだけど、綺麗さもあるんだよね。いや、これ絶対わかんないと思うわ、女子は。男はそう思ってると思う。だから、ポカリセットとかさ、そういう系のスポーツドリンクの CM で汗かいてる女の子とかめっちゃ使うんだと思うよ。全然汚くないじゃん。爽やかさの方が勝つじゃんね。そういうことだと思う。全然ね、汗かいてくれてもいいですよ。僕たちそういうの本当に変な目で見ないんで。まあ、よくば、ちょっと。おばあちゃんこれ見てるってやばいな。やば。靴下の日焼け跡。あまず日焼け跡がそもそもいいからね。ソフトテニス部のあの日焼け跡とかはすごい好きだった俺は。まあでもね、日焼けは肌に良くないからみんなそれはなんとか頑張るよね。しゃあないけども、まあ見れたらラッキー程度だと思ってますよ、僕たちもね。筋トレしてる女性のお尻、あれはやばいよ。あれに勝てるものないよ。だって絶対普通に生きてちゃ手に入れられない丸みだもん。ジム行ってるからさ、やっぱそういう女性見たりとかするけど、いやらしい目で見れないぐらい絶対手に入らないものだから、努力しないとね。だからいいなと思うよね。ジム行ってる人とかほんと頑張って。声低いところ、あーわかる。声低い女の子いいよね。ちょっとエロいんだよな。声低い女の子にタバコ吸われたいわ。声低い女子がタバコ吸ってたらいいなと思うもん、なんか。でも副流煙は吸いたくない。バックハグした時に見える谷間、え、相当でかない、それ。覗きに行くの。それで見えるってことはでかいよね。素晴らしい女の子と付き合ってますね。ようござんした。バスケのユニフォームでシュート打つとき脇が見えるところ。考えてみれば確かに、バスケのユニフォームってドスケベかもしれんわ。あれスケベ！スケベ！スケベなんだよ。少しぽっちゃり。おー、なるほどね。ぽっちゃり好きの方もいますよね、もちろん。タイプそれぞれなんで。だからまあ、どの女子にも希望はあるということですね。だから自分の体型とかいろいろ気にして、病むことはあんまないってことだよね、こうやってみると。やっぱ男のね、こういうキモい部分って、何か女の子の自己肯定感救ってくれると思うわ。定期的にやっていこうか。これで元気になってくれる女の子どんぐらいいるかわかんないけどね。意外と自信持てたっていう人はコメントください。それで、第2弾やろうかなとか思えるから。臭い頭の匂いが大好き。はぁーいる？女の子で臭い頭マジで俺見たことないけど。いるかそんな人。まあでも周りにいるんだ。出会ったことないからわかんないけど、どうなんだろうね。実際嗅いだらいいなと思うのかな。これちょっと気になりますね。はい、ということで今日は以上なんですけれども、このアンケート結構来てるので、続きはラジオチャンネルでやっていこうかなと思ってます。その動画は概要欄からチェックできます。25人、本当ありがとうございます。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ビビー。高評価押して、チャンネル登録もして、テク
かチャンネル登録無理にしてとか言わないから登録あ間違えた高評価だけ押してだってボタン押すだけなんだからそんなの誰でもできるだろうよ。